の作戦会議をちょっと形だけ取って、まあ、そうね、形だけ言うな、裏で言える。え、いやまあ俺は、まあ、強い機種があったんで、うん、ノーマル機種しかり、うん、ATK、RTK もで、6号機で、ね、力入れてきたから、まあ、設定狙いを、抽選にもいるけど試みて、でダメだったら期待値のゾーン狙い、天井狙いに変えようかな、うん、うん、っていう立ち回り、一応予定は、はい、そんな感じ。剣もすんの？もちろんもちろん、だったら剣の方が多いと思うから、もうポンスケさんにあのゴリゴリ重い舞台にフラグを入れば、ポニーさんが剣士だら俺行っちゃうかもしれないから30からやめろやめろで、明日ポンスケさんは、あ、明日は俺、まあ、見た限りただ俺多分逆かなっていう、740ゲームの対戦があったから、まあ、それ別にリセかかってても、まあ、ゼロゲームから、まあ、リセでね、期待値1000円ぐらいあるんで、はい、それが、まあ、もう普通に伝えたい、ぶっ壊しでぶっ壊しで、だから投資金額とかだけ、まあ、その日明日だから、ね、話し合いながら抑えた方がいい、例えばね、コミさんがこう行ってるところだったら、あ、ちょっと俺も下げに行かないと届かなくなっちゃったりする、うん、2人で重たい機種打ち始める段階がなければ別に大丈夫なんで、まあ、それがまああと片方ぐらいだけど、まあね、俺はもうあのそんな投資かからないようにちょっと慎重に行くんで、うん、もうジャブジャブ行ってもらったり、そうですね、はい、もう負けないよな、ちま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 それだけやで、はでは、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、大体狙い決まってきました。一応、ハナハナ系やったらツインドラゴンか、ハナハナ法王、まあ、チャッピーさんがおっしゃったように、僕もその、まあ、ツインドラゴンやったら、ちょっとどこ座るとええかなっていう。正直もう明日はツインドラゴン当てもんやと思いますんで、狙うとかの次元じゃなくなってくると思いますね、抽選次第じゃ。そうやったらええみたいな感じですかね。まあ、正直あの期待値稼働して減らしていくよりかはツイン座った方が、明日、今度明日の勝負だけで言うたら勝てますかね。はい、エラーだってね、減らしてるよりもそのやっぱその積もってるってないけど、そのまあ企画が100個超えてるんだけどずっと売ってる方がいいですね。あと、その推測してる様子とかもまたね、お届けできれば。今、推測の要素も減ったくるもありませんもんね。そうですね、はい。打ち切った終わりみたいな。そうですね。じゃあ、ちょっと僕ね、今日ピックアップしてきた台何個かあるんです。はい。で、おきどきはリセット狙えますけど、その後のムーンがちょっとね、そうなんですよ、ね。難しくなってきますね。そこでね、いつまでお帰ろうかとかできないですよね。リセイラ行くのと、おきどきリセット行くことも考えて、一応、ゴージャグも3台と、マイジャグラスにも1台、ちょっと候補台があるんです。あ、なるほど。はい。ただ、まあ、それをちょっと強要するのもね、ちゃうんで、あれかなと思ってるんですけれども、ワンチャンセイがいつもありかなと個人的には思ってます。はい、てなわけで前日の下見今終了しました。はい、まああの動画にも映せなかったところ結構あるんですけど、マジでお祭り騒ぎやったんですよ。もうほんまに多分ね、今日来てる方みんな勝てたんちゃう。うん、もう私が来てても勝ててたってぐらいめちゃくちゃ盛り上がってました。はい、まあ明日もね、とりあえず楽しみに、まあ今日はぐっすり寝ようかなって思います。はい、てなわけで明日の実戦まで時飛ばし。いろいろ皆さん下見してるらしいですね。なんかどっかに誰かいないかなと思って歩いてるんですけど盛況らしいです。あの背の高い人は素人の盛況こんにちは、こんにちは。おっさん、あ、どこ待ってますよこれ。盛況なんですか。いやいや、盛況、大阪の盛況、はい、みたいなんで一応今日来てるんですけど、今データチェックしてるんですけどね。あ、そうなんですか。はい、え、どうですか、なんか勝てる台見つかりました。いやいや、探してるんですけど、まあ下見しとこうかなっていう、一応盛況チームなんでね。勝てるんすか、明日。勝てるかわからないよそれ。でも見とかな、情報量が少ないから。ああ、はい、なんかうさくさいっすね。バカにしてんの。盛況ってうさくさいっすね、なんか。いやいや、何やねん、何やねん、喧嘩ってんの、バカにしてんの。このイカフリ頭みたいな、せがってお前。
be simple with the speed dial on my iPhone. Boom, get your people up before you step to me. A lot of corpses in my wake, yeah, who can see? My only option for getting rid of niggas standing around watching, you know, the emulators. はい、ちょっと天竜に移動してきました。これね、本来の立ち回りは絶対やったあかんこと、絶対やったあかんことなんですけれども、今日勝つために選んだ、最善の手段やとは思ってますんで、なんとかこの後、ね、あのトップ狙いに行くつもりでちょっと頑張って当てていきますんで、よろしくお願いします。何やなんや、何やってるんすか。あれですね、多分いい感じとかそういう感じですかね。そうですね、いやでも正直このままいったらお二人に負けるんで、最後までちょっと抗おうと思って、本来やってはいけない立ち回りを今やってます、はい、なるほど。大学の源さん行ったって聞いたんですけど、まあ、天竜も、まあ、一撃ありますからね。そういうことですね。いやもうそれ気にしてたんですよ。こういう機種行かれたら出玉早いんで怖いっていう話をしたんですけど、最後までちょっと抗っていきます。まあでも今のところはまだ大丈夫。頑張ってください。はい、ありがとうございます。バレた。いやさすがに黒ずくめやったら目立つか。やっぱトップは余裕やね。もう大阪チーム今ちょっとね、なかなか厳しい状況が続いてます。どうしよっかな、どうしよっかな、ほんまに1位狙うんやったら、これ今これあったよね、あったやんな。今ちょっと喋ったからよくわからんかったけど、多分それやから狙ったと思うねんか。俺ここの画面で入ったかどうか確認するわ。これせーの、店長呼んできて、店長呼んで。はい、32ということで、はい、まあ一応ね6セット1700枚ぐらいかなでした。全然ビビそう、バス回転、そう、6連したの。しかも裏点入ってたっぽくて、まだじゃあ状況いいかもしれんからもうちょっと打とっかなみたいな。なんかもう昨日見に来てめっちゃ強すぎてびっくりしたんですよ。私関西こんな店ないよみたいな。そうそうそう、びっくりした。今日お仕事？ありがとうございます。嬉しい。いやどうなるか分からんけど、まあ、一応チーム戦なんで、そうそうそう、で一応同じチームの人が一つ打ってて、そうそうそう、で全然いい感じって言ってやった。私ケツの方やったって言って、まだ分からんから頑張る。そう、最初はもうビビって鼻鼻いこうかなと思ったけど、鼻鼻後からでもいける。そう何時まで打ってるの？うち3時まで。そうそう、よかったら写真でも、マイクがこの有線やからここでもいいですか？どうやって撮る？全然私もうフリーやから何でもいい。行きます。ちょっと待ってよ。はい、チーズ、もう1枚。はい、チーズ、ありがとう。わざわざありがとうございます。ここちょっと指出して撮らせてもらって。もちろん撮ったぞっていう。イエーイ。ねえ、これですよ。よかった。あ、もちろんお願いします。ありがとうございます。もうほんまにまたお願い。いや本当にこれリオ頑張ります。ありがとうございます。バイバイ。はい、フォロワーさんが遊びに来てくれた、嬉しい。
ご清聴ありがとうございました。ということで、はい、では一旦ね終わったんですけど、もしかしたらセットストックあるかもしれない。終了。まあ怪我が気になりますが、まあ状態も多分通常っぽいですし、全長もないので、とりあえずここで一旦やめます。はい。本当にありがとう、本当に助かった、生活が本当にありがとう。さあ4000枚突破しました。楽しい、ああ久しぶり。14セット目終了、4092枚です。まだ終わらせない、もうこんなチャンスないかもしれないんだぞ。悔いの残るレバーオンはするな。ああここまでかのか、まだ諦めんな。残り5ゲーム、あ15セット目見えてるんで最後です。あと残り4ゲーム、あとはゴッドと赤7を引いてるんで、ここでもしループがあればレンチャンします。一応見えてる分が最後、4331枚です。あとはもう残ってたらラッキー。あーちょうど終わった。あうわ嬉しい。まだありましたね。もうびっくりした。いやまだ諦めんなと、まだもう少しだけ時間の猶予、神はくれるみたいです。でももうそんなにないはずなんで、ストックこのセットでなんとかするしかない。さあやってやりましょう。16セット目通常ステージ、あお情けでもらったこのワンセットでどこまでやれるか、力を見せつけてやりましょう。あともう一回ゴッド引かせてくれ、お願いします。狙いました。僕にバンバイをバンバイを出させてください。お疲れ様です。そして申し訳ございませんでした。ピー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 、やさぐれたね、相当やさぐれたね。でもね、本当使われてると思うんだけど、あのさジェネラルバトル中も力抜けてたじゃん、あれ本当に折れてる時なの。久々に来たね。なんで来たかっていうと、あの直前にメールがガガってきたの。何のメールかと思ったら催促お支払いの3件ぐらい来てたのよ。9月15日引き落とし分がって言われて、そこでね現実を見てしまったんですよ。今まで見ないようにしていた現実があったんですよ。まあ仕事も始めたし、今月乗り切ればと思ったところへ、まだ俺そんなに実はピンチじゃねえなんて思ってたわけの。俺様、あ取り立て来るんや、取り立てって分かったらさすっげえ怖くなっちゃったの。でも目の前の台もさ反応しねえじゃん。ああ明日からどうしようとか支払いどうしようみたいな、なんか命取られるぐらいの怖さを感じちゃって、ああなりました。はい。であん時はほんとくっそ安が売れたし、絵のためよりも俺の生活のために打つ台を決めるべきだったぐらいやさぐれたんだけど、とりあえず5号機ってこんなに怖くなったんだね。みんなも気をつけてね、こうなっちゃったらダメだよ。残り時間2時間でまさかの聖夜に移動、お前一体何があったのかっていうことなんだけど、とりあえず1個前の、置き時か、置き時が
ごめん、鳴らすところ落ちてなかったんだけど、1007枚、これは1000円投資の1007枚で、今これが5スルーで上り2時間やべえかなとは思うんだけど、もう行くしかないから、まあしょうがないから、まあもうさっさと回さないといけないから、まあ何も考えずぶん回す。あ、もしもし、はいはい、え、なんすか。いや、ないっす、あの、俺3時までなんすよ、今日3時までなんで時間ないんすよ。はいはい。あ、どういうことっすか。あ、連絡すればいいんすよね。いや、3時過ぎれば大丈夫っす。はい、ちょっと今マジさすがに収録中なんで時間ないんすよね。え、明日は大丈夫っすよ、日中全然いつでも。はい、朝は起きてると思います多分。連絡します、そしたら。連絡くれれば全然出ますよ。はい、明日でもいいっすか、撮影。3時過ぎたら大丈夫っすよ。はい、よろしくお願いします。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、なんか電話来てる最中にめっちゃ熱いの引いたんだが、何この赤いの。こんなもんスカリエないでしょ、こんなもんスカリエないでしょ、マジで。さっさとなんかサンクチュアリだかなんだか言ってバカみたいにドカーンってなってチュコーンってやらせろよ。いやー、これで俺 ART 引いたら超少数だよね。一応だってこれ ART の機体枚数1300枚とかそれぐらいあるでしょ。いやー、マジつかんなよこれ、なんか怪しいぞ。大丈夫かおい、大丈夫だろ、これは大丈夫だろ。おー、すげえ。あ、トーン、この台での投資が6000円、269ゲーム、チャンス目解除ノー。あとはジェネラルバトルレベルがどうなってるのかが気になる。まあどうせそんな高くないんだろうけど。あ、マジ 70% ぐらいいってねえから、マジで。本番はこっからだから、本番はこっから、任せんしゃい。さあ、誰だこいつ。アイザック 60% 計測率、 60% 3回いけばいいでしょ、任せろって。あ、白い、俺、そらそうだバカ野郎。まず1回、いいよ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 。まあ話にならないからここで焦げてるよ。じゃあ、はい、次、はい、わからん、はっ、これ、あ、やべえ、俺間違えちゃった。大丈夫これ。あ、大丈夫っぽい。いや、終わったんだから。あ、でもこれ通常攻撃でしょ、ワンちゃん。あ、いやー、はーい。あ、これなんか見たことある、これなんだっけ。さあ、いよいよ21本目まで来ちゃったか。まあ本来やったらね、ほんま来たらダメなんですよこれ、天竜ってのは。ただもう勝負かけにいかんと、ほんまね、負けちゃうっていうのを言い訳に一発ちょっとドラマ見せたいな。いやー、これだから普段の立ち回りと全然違うことをやらされてる時点で僕負けてるんですよね多分皆さんに。もう今からね、見てる時間もないんで、この台で2発ぐらいポンポンと当てれたらいいんですけれども。いやー、こいつ邪魔やな。それよりも、おっ、いきなり2段目3回目どうですか。はい、外れ、ナイス。さあ4回目の1段目、そろそろこの1段目ちょっとパスしてほしいな。わーわーわー、よし、ナイス。ここ突破したらドラマが起きる。頼むぞー、出よー。ダメー、きつい。おーおーおー、どないした、どないした。さあ5回目の1段目、はい、ダメー。おっ、こっからいったな。6回目お願いします。おー、ダメでした。1段目突破が6分の1。うーん、まだわからん。一回ちょっと店長呼んできてもらっていいですか。僕はですね、出ないんですよ。一回店長呼んできてください。
な、これ、はい、これ何サウナサウナサウナえ、瀬古さんがそのやりたい、分かるんやけど、俺らきっちりちょっと今データ見ようとやってるから邪魔せんといてくれる、マジでサウナほら、ちゃうやろ、お前あどこよ、お前ちょ、連れて行くわ、こいつちょ、来いもうええから、いや、俺データ見てんねんけ、ちゃんとやってるやん、なんでお前邪魔してくんの、おかしいんちゃう、えいや、おかしいんちゃうのって、だからおかしい、触りましたよね、今、いや、だから超濃い言うてるやん、今日様しか触っていけないんですよ女王様、誰が女王や、女王様しか、いや女王様で誰が女王やねん、触りましたねあっ、ま、見てろよ、足とあかんもん、触ってもうたんか、もういや、ちゃうねん、ちゃうねん、瀬古くん、ちゃうねん、ごめんなさい、もっとやっぱ演者さんとかで切れるときって切れはるんですか、その切れてるふりというか、今の全然怒ってるとかじゃなかったんですけど、いや、まあ、ガンで切れるか、はい、ガン虫か、ああ、どんなパターンでもいいんですけど、わかりました、すみません、ちょっと協力してもらって、いや、全然ごめんなさい、対応できない、いやほんで、唯一の頼みの綱のポンちゃんが今、せいやのスルー狙って絶賛、こうスルーのスルーあのせいやを1時ぐらいか、1時前ぐらいかから打ち出して、だって次5万超えてよ、嘘やん、え、マジでさっき電話起こってきて、5万なくなったから、持ち込み持ってんのよ、なんかレシートは、あ、そっちのタイプか、あ、はいはい、これ20、時々移動したからコインが違う、あ、そう、え、それルール的に OK な、 OK だ、ダメやん、そうや、俺からもらうのはありやけど、なんか10万ないとやりくりせなあかんわけでしょ、ほんまは、いや、もうこれ寝坊したバチまんまた当たっとるな、これこんな綺麗にバチ当たる、どないしょ、とか投資10万超えてんじゃないですか、まあ投資自体は超えと、いや、俺が4人やけど、ポンちゃんが何ポイントか知らんけど、ワンチャンサイン入ってもルール違反で決闘や、いや、ほんまそれもうルール違反の時点であかんやん、コイン持ってるからその分でそういう問題、それオッケーなんかな、いや、もうなんかその、まあ、銃の中でやらなあかんの、やらない、援助したんでしょいや、もうこれもう濃厚やん、もうケツ濃厚やん、今のままでもやし、ルールも違反してほしい、いや、ほんまそれ言ってん動画で、もう帰って、マジで俺もう今日ほんまおらんことでええわ、マジで出てないことで、タバコええの、
それでは、はい、僕たちが駆けましたのでトイロス掃除をもう噛みましたけどもします。罰ゲームです。今からいいですか。トクトを見取ってくださいよ。ちゃんとしますから。お願いします。いやいやね、ほんまはこれもね、罰だから負けて遅刻したから、そう、しょうがないから遅れてくるから遅刻して負けてるから、ね、絞れよ、ちゃんと絞るかな。どうやってやんのこれ、難しいよ。もっとこう、もっとこう、足でやれ、やれ、足でこれでなんか、あと空吹きみたいなせんか、なんで真面目に答えなの、おかしいよ。歌うたって歌う、何の歌やん、歌うたやられて歌、響くからもう人情のラブストーリー、それは予想通り、ハモれ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 、無理だよ、ずっとそばにいたから、もういいっすか、まだ最悪な質が言う、邪魔やわそこ、お兄ちゃん、お兄ちゃんそこ邪魔やわ、ごめん、今掃除中やねん、邪魔やねん、やめてくれる、やめてくれる、便器もね、これでいってよ、ダメだ、便器ダメだ、便器ダメ、手で、手で磨いて、なんでやねん、それは罰も重すぎるだろ。掃除の人がさ、ちゃんとしてるから綺麗よ、やっぱりちゃんと仕事してはるわ。ということで罰ゲームのトイレ掃除完了しました。終わりです。ワンちゃん、今日はですね、怪盗、何だったっけ、怪盗バトル、怪盗バトルですね、怪盗バトルっていうことでね、やってまいりましたけども、はい、ひろきちくんに、はい、セブンスオペレーションの、セブンオペレーションね、セブンオペレーションの、ひろきちくんに、はいはいはい、関西出ちゃった、関西出ちゃったの、伊勢之助です、伊勢之助こそ、こと、リサコです。鬼柄ゴンゾーです。あ、違うね、リサコさんね。リサコゴンゾーです。リサコさんでしたね。はい、まあ、今日はね、2人がね、チームがね、まあ、急遽チームを組んでもらってましたんですけども、勝利者っていうことで、まあ、2人がね、一番よく勝ったっていうことで。ありがとうございます。どうもどうもどうも。負けたね、チームはね、先ほどね、罰ゲームをやってもらいまして、トイレ掃除もやってもらいましたけども、はい、ね、2人ね、一応ね、まあ、対決で勝ったっていうことでね、私ジェームスの方からですね、はい、まあ、ちょっとしたプレゼントを、あげたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう、楽しみです、まあ、手前見せたら本当に申し訳ないんですけどもデライオンの人形は、ぬいぐるみにですねあげたいと思いますので、ぜひともどこか、はい、あ、そうですか、はい、どうぞどうぞ、ありがとうございます。枕元に置いてみましょう、これは飾ってください。はい、はい、まだね、もし何か機会があったらですね、本当にセブンオペレーションのね、ひろきちくんも、関西出ちゃったの、リチャコさんもね、はい、うちに来てほしいと思いますけども、はい、今日はどうもご苦労様でした。いや、ありがとうございました。
James. James Yanagibashi.